こんにちは、はじめまして、四国メタンです。ズンダモンなのだ。今日は、稲妻イレブン、GO、ギャラクシー、ビッグバンのチーム紹介を、投稿主さんの代わりに、やっていこうと思うよ。僕は何も知らないので、メタンにお願いするのだ。まず、紹介する前に、投稿主さんから注意してほしいことがあるみたいなので、軽く目を通してくださいね。それでは、始めていきましょう。どんなチームなのか楽しみなのだ。はじめにチーム名とその意味を紹介するわね。チーム名はセラフィムです。セラフィムって確か天使のことなのだ。そうですね。さらに詳しく説明すると、神に最も近い存在であり、天使の中で最上位に属するグループです。ということは天使をテーマにしたチームなのだ。そうと言いたいところだけど、打天使ルシファーのように闇落ちしたチームをイメージして作ったみたいですよ。かっこいいけど、稲妻イレブンでそういう表現はできるの？投稿主さんは正直難しいので、そこは甘く見てほしいと言っていたわ。仕方ないのだ、このズンダモンが許可する。別にズンダモンの許可求めてないわ。雰囲気で楽しんでいただけると助かります。それでは選手を個別に紹介していくわ。まず一人目は白龍さんです。いきなりエースストライカーなのだ。この白龍さんはミキシマックスが豪雪寺さんになっており、旧来門2大ストライカーのパワーを受け取っているわ。破壊力抜群なのだ。このギャラプティカホールの相手が気になるのだ。それは二人目の選手紹介の時紹介するわ。皆さんはもうわかりますよね。二人目はシュウさんです。さっきのギャラクティカホールの意味納得したのだ。ミキシマックスの相手は剣雄一さんです。二人とも謎が多いキャラクターなのだ。そうですね。クロノストーンでは化身アームドの存在を天魔さんたちより先に熟知していたわ。真相はわからないけど、クロノストーンの序盤の二人は頼もしくてかっこよかったのだ。あと雄一さんの化身魔戦士ペンドラゴンが似合っていたり、弟妹思いの兄貴キャラだったり、共通点を含めたらこの2人はベストマッチだと思います。続いて3人目はテンツルさんです。投稿主さんの一番のお気に入り選手みたいですよ。どういうところが好きなのだ？現ライモンのキーマンである天魔さん、剣さん、神道さんの3選手が1人の選手になったところ、必殺技で表現できたからみたいですよ。確かに一人ずつそれぞれの技を持っているのだ。あとちょっとネタバレだけど、このチーム唯一のチェーンシューターを2つ持っている選手なので、得意性がある選手になっています。ちょっと気になるんだけど、なんでファイアトルネードだけ究極進化しているのだ？あとパワフルシューターを持っていないのが気になるのだ。よく気づいたね、ズンナモン。この3つの技を究極進化しないのは、チェーンシューターは低威力でも活躍できますし燃費が良くなるからですね。あとファイアートルネードだけを究極進化しているのは、ダブルドライブほどの威力のファイアートルネードを一人で打てるのをイメージして究極進化したらしいです。なるほど、納得したのだ。パワフルシューターに関してはこの選手の時に解説しますね。4人目はメイヤさんです。めちゃくちゃ美人さんなのだ。ミキシマックスの相手はリアンノンさんです。前作のクロノストーンのゲームでは雷鳴限定キャラで、ドリブルの数値が全キャラの中でもトップクラスなのだ。なんでそんなに詳しいの？えへん。あとリアンノンさんはゲルト神話では偉大なる女王を意味する名を持つ月と馬の女神なのです。メイヤちゃんに似合っているミキシマックスキャラなのだ。ちなみに投稿主さんのお気に入りの必殺技はジャックナイフみたいですよ。ただのド M じゃねえか。メイヤさんを紹介している時に感づいていたと思いますが、5人目はギリスさんです。ズンダモンは気づいた？もちろんなのだ。どうやら気づいてなかったみたいです。シュートの2人技が2つあったので、勘のいい人は気づいたと思います。見ようとしていたのだ。ミキシマックスはアフロディさんです。この2人は何か特別な意味はあるのだ？今回は特にないみたいです。それは残念なのだ。でもせっかくなので空いた時間にメイヤさんとのザ・モンスターズをお見せしますね。背中合わせと蹴り終えた後が最高にかっこいいのだ。ブリタニアクロスもどうぞ。
6人目はカトラ王女です。お姫様がサッカーをしているのだ。そこは突っ込んじゃダメだよズンダモン。ミキシマックスはサージェスさんです。本編では白いピクシーの人なのだ。そうですね、カトラ王女のために命を落としてしまった後、強い魂を持っていたので妖精の姿になったみたいです。生前は王女と騎士団長の関係でしたね。泣ける組み合わせなのだ。また投稿主さんはサージェスさんがカトラ王女の中で生きていて力を与えている感じが好きだと言っていました。そういう解釈もできるのだ。あとテンツルさんの時にお話ししたパワフルシューターについて解説しますね。パワフルシューターを持っている選手がロングシュートまたはチェーンした時効果が付与されます。そしてパワフルシューターを持っていない選手がチェーンしても効果が消えずに継続しています。つまり1回効果が付与されればキーパーに届くまで永続効果なのだ。その通りだよツンダモン、よくわかったね。えへへ。7人目はバンクさんです。吸血鬼なのだ。ミキシマックスはまさかの自分自身です。どういうことなのだ。私もよくわからないんだけど、ドラゴンボール GT に出てくるスーパー17号をイメージしたらしいよ。よくわからないのだ。この選手のポジションは右サイドバックだけど、ドリブル数値が高くてブロック数値が低いけど大丈夫なのだ。それについては理由があるみたいだよ。稲妻イレブンのサッカーゲームではサイドバックはポジション重要度が低いみたいだよ。だからメイヤさん、ギリスさんが TP 切れの時ポジション変更したり、直接ボールを渡して瞬発力を駆使してサイドを駆け上がったりするみたいだよ。攻撃的サイドバックなのだ。8人目はニケさんです。セカンドステージチルドレンがこれで4人目なのだ。相当クロノストーンはお好きみたいです。ミキシマックスの相手はイタリア代表のアンジェロさんです。どっちも脇役としてはキャラクターデザインが良すぎるのだ。そうですね、もっと活躍シーンが欲しかったです。ニケさんの役割は先ほどのバンクさんと同じなのですが、ロングシュートとトラップ上手を持っているので少し差別化できています。9人目はディフェンスリーダーのシナモンさんです。初めての無属性特化キャラなのだ。そうですね、属性相性を無視できるのでどの選手に対しても安定したディフェンス技が使えます。対応力抜群なのだ。ミキシマックスはキリヤさんで、源内門のキリノさんとカリヤさんからパワーを受け取っています。ディフェンスリーダーにふさわしいですね。このムエイランムは誰とするんだ。別にメンバーを固定してはいないみたいですよ。どのキャラでも入る技なのでチームのディフェンス奥義みたいな感じが好きみたいですね。確かに毎回違う楽しみがあるのだ。あとこの選手はバイシクルソードを持っているので、センターラインでカトラ王女のすぐ後ろでシュートするとカトラ王女、テンツルさんがチェーンしてくれます。正直カトラ王女がロングシュートした方が楽なのですが、スターゲイザーにロマンを感じるみたいです。こだわりがあるみたいなのだ。スタメンも残すはあと2人ですね。控え選手も発表するのだ。控え選手は次の動画になるみたいです。視聴者のみんながチャンネル登録高評価してくれたら編集のモチベーションが上がるみたいですよ。ぜひよかったらよろしくお願いしますね。ズンダモンからもよろしくなのだ。それでは10人目の紹介に移りますね。10人目はきなこさんです。またまたクロノストーンからなのだ。ミキシマックスはアリスさんです。何か理由はあるのだ。特に大きな理由はないみたいですが、髪色はあまり変わらないのと、原作の不思議の国のアリスがウサギを追いかけて穴に落ちてからスタートしていて、きなこさんもフェイさんを救うためにタイムジャンプしたところがちょっと似ているからと言っていたよ。大きな理由がないからって凄まじいこじつけ方なのだ。まあそうですわね。このきなこさんのお気に入りの必殺技はカウンターシュートができるゼロマグナムみたいですよ。相手は誰とするのだ。先ほど紹介したシナモンさんです。キャラクターの特徴やポジションの位置が完璧に合っているからです。確かにぴったりなのだ。あとシナモンさんのロングシュート同様、シュートレンジにテンツルさん、カトラ王女がいてくれればチェーンしてくれます。でもシナモンさんの時とは違う点がありまして、ゼロマグナムは高火力なので、どちらか片方がチェーンできればほぼゴールにつながります。あとこのディフェンス位置でのカウンターシュートはほぼセンターラインを通るのでチェーンしやすいのだ。私が解説しようと思っていたけど、ありがとうズンダモン。どういたしましてなのだ。残るは最後の一人です。ここまでご覧になっている視聴者の方、本当にありがとうございます。ありがとうなのだ。それでは最後の紹介です、どうぞ。最後の11人目は千宮寺さんです。シルエットで丸分かりだったのだ。確かに
髪型ですでに分かっていた人が多いかもね。ミキシマックスはコトアール代表のロココさんです。2人とも主人公の前に立ちはだかった。絶対的守護神なのだ。この旋風寺さんの見てほしいところはこの究極進化したゴッドハンド X です。クロノストーンの本編みたいにミキシマックスで必殺技を受け継いでいるのだ。属性一致で火力も期待できるのでこの技を使ったら必ず止めてくれるという安心感がありますね。あと相手のシュートを化身アームド状態で止めてからこのロングシュートの火縄バレットを打つと化身ポイントをうまく消費しながら稲妻イレブンならではの超次元ボールが期待できます。以上スタメン11人の紹介でした。控え選手も早く見たいのだ。あと打点使用素はどこなのだ。ユニフォームぐらいかな。僕は最初に許可したので文句は言えないのだ。それはそうだね。最後にこれから稲妻イレブンの新作も発売されるし稲妻イレブンというコンテンツを盛り上げていこうと思うのでこのチャンネルで過去シリーズやゲームについて語ろうと思うのでこれからもよろしくお願いします。お願いするのだ。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。